今日はスペシャルゲストを迎えての第1弾企画ですね。勝手に作ってますけど第1弾で、表参道であのお花屋さんをやってるポチさんです。ポチです。ディリジェンスパーラーっていう花屋を表参道ヒルズでやってます。今日は奈良さんに生け花を教えに来ました。そうやってみたくて、もともと母親が生け花やってたの。ずっと何流だろう、教習って名前をもらった、うん、それで興味があって、もともとだから俺ちっちゃい時花屋になりたいって書いてたの。そう、あそこの、あそうか、あ今日ここはあの山の美容専門学校、美容学校なんですけど、僕の母校ではないんですけど、あの今日ここをお借りしているのでここからお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。制服も、うん、山の、あそう、今日はオーダーメイドをしてもらって、さっきやっと届いた山野の制服です。嘘です。いけばななんですけど、僕池の坊っていう、いけばなの源流になってる池の坊っていうところでずっとお花習ってて、池の坊は3個様式があって、一花っていう、みんながいけばなって聞いて想像つく松の大木とかがこうビョンビョンビョンってなってるようなものと、はい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 、生きる花って書いて生花っていう、もうちょっとあの自然の風合いを生かしたシンプルな感じのものと、うん、あと自由花っていうフリースタイルのものがあって、今日はそのフリースタイル自由花を奈良さんにやってもらおうと思います、はい、枝物と葉っぱのものと花のものを用意していて、うん、ちょっと奈良さんには本当は花器から選んでほしかったんだけど、ちょっとそこまでやるとなんかたまげたことになっちゃうから、その素材の一部としてこれとの調和を目指していくんだけど、ちょっと一旦それ忘れてもらって、この一応今日持ってきたもの、夏のお花とか枝物とかが多いんだけど、うんうん、それからまずテーマを決めて、テーマに沿って植物らしさを生かすっていうことをやりながら組み立ててもらう。だけどもうめちゃくちゃ自由、もうめちゃくちゃミックスにしておくて、はい、すごい大きく作ってもいいし、めちゃくちゃちっちゃく作ってもいいので、勢いいいのが見たい。うん、なんか夏の涼しげないい女をテーマに。夏の涼しげないい女をテーマに。うん、浴衣を着た、襟足がこう綺麗な。うなじ美女。うん、見返り美人的な。うん、いいよじゃん。わかる。透け感でおなじみの。わかる。ここに入ってこうやって行けてこう、いいよ、いいよ、いいよ、さっ、脇とかにさっ、フリースタイル、フリースタイルで全員帰っちゃうんでしょ。はい、だめ、もう全然違う話しちゃう。じゃあやりましょう。はい、おすすめは、はい、その枝のものから刺して、うん、アウトライン先に作って、それそれそれ、ポイントをボンボンって、うん、で作って、いらないものをどんどん落としていくっていうやり方するんだけど、うん、おすすめだけど、本当自由にはい、やってみてください。何個ぐらい選んだ方がいい？あ、もう自由、本当に自由。じゃあレッツトライします、うん、これ奈良さん用に用意したんだけど、ハサミを親指と人差し指でまずここを掴む、うん、でこのパカパカしてる状態になるじゃん、それをここの他の指で支える。そうそうそう、でここをこういうふうに細くして切り込みを入れてあげると刺さりやすくなる。剣山いい感じ。よし、結構独創的すでに。あ、そうそう、なんかバランスちょっとね、考えが。美容師さんわからないけど、髪の毛切る相手のことを、うんうん、それが花みたいな感じ。あ、そういうことね。いいのがあったじゃん、すごい興味ちょっと聞いてなかった、ごめん、ごめん、よく言われちゃう、最近方面とかでもそう聞き、全然話聞いてないよねって言われて、うーんってなった。こっちに興味が出ちゃって、この花いじってる姿に、ヘア
ジを思い出します、ね、くれあもうこういうのいいね、こういう大好き、うんうん、もう一個なんか曲がったらいいかな、これさ、こっちが正面として見てるよね、あ、違うんだ、違う、お客さんが見るようにさせちゃう、それ癖なんだよ俺、あ、なるほど、ね、ヘアショーとかだとお客さんがこっちから見るから、だからこっちから見て確認してた、昔、高嶺の花っていうドラマがあって、うん、誰だっけ高嶺の花よって、あの石原さとみさんが生け花のなんかやつやってるドラマがあったんだけど、それはそうやってさせてた、じゃあ石原さとみでしょ、石原、そう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 、だんだん唇熱くなってきてるだから、だから見てる、こうやってね、なるほどね、 YouTube 見てるじゃん、見てる人が分かるように、俺はこっちからの作品として作ってる、いや、普通に正面から見ますけど、でもあの自由にだ作ってる時は普通こう作るんだ、そう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 、だけどいいよ、こっちの方が作りやすいよね、うんうん、なんか人前のステージとかで作る時にこれで慣れちゃってるから、髪の毛とかも切ってたらそうだもん、そうそうだよね、うん、一応例えばこういうものとかを使って、うん、あのここに刺しちゃって、でそれを刺したりしてもいいんだけど、こうやって、そう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 、足をつける。本当はもっと目立たないようにするんだけど。一瞬今全体を見てみて、はい、全体のイメージを成立させるためにいらないものとかをちょっと省いていこうかなっていう感じ、その形だったりその質感だったりその色調だったりとかをちょっと調整して、そのもっともっと自然な感じにしてみて、今これ、うん、でもすごい、なかなかすごい、これ個人的にはせっかく涼やかな全体の花の合わせ方だから、もう少し風通しいい感じになってると、分かる、なんかちょっとそう、あとめちゃくちゃ取っちゃってもまた刺せばいいかな、あ、そういうことね、うん、いや、本当はそうじゃないんだけど、うん、本当は一個一個生かすんだけど、完成、なんか全然話聞いてくれなくてけどすごい集中力だよね、うん、だから作品を作るときってすごい集中しちゃうんで、うん、あの集中してるとき聞いてるって答えてるつもりなんだけど、うんうんうんってなっちゃうからもうなんか楽しかった、めっちゃ、あとやりたいことが明確っていうのが面白い、見てて、あ、なんか結構みんな、なんていうの、迷っちゃうから、うん、その何やっていいのか分かんないし、迷わないの、あっってなるんです、なんとなく全体のだから一生土台を決めて、うんうんうん、まずこれ雲流柳、雲流やこの柳使いたかったのと、この枝道断ツツジを使いたかったから、それを木に見立てて、その木の下に植物がいっぱい咲いてる感じで、うんうん、なんか淡い白とかこの紫陽花とかで初夏の感じの涼しげな感じ、まあ、ここにそうめんがあったらこう食べれるんじゃないかぐらいの感じの、うんうん、まあ、食べれないですけど、うんうん、実際にそういう、わかる、色的には風流だって感じの、うんうんうん、で行き過ぎちゃうとここに風鈴とかつけちゃうタイプなんです、わかるわかる、それも自由、風鈴提灯じゃなくて、そうそうそうで自分もチャイナ頭になっちゃう、それチャイナだから日本と関係なくなっちゃうからそう、そういう感じのイメージとか好きな世界観が多分はっきりしてるから、うん、持っていくのが早いんだと思う、なんか意外だった、結構色彩強いものをたくさん持ってきたからそういうものを選ぶかなって思ってたけど、なんか意外とハンナリミスティな感じで仕上げて、仕上げて、いろいろ勉強になった、作るって見せ方、作っていくときにこう普通こっちから、あ、そうそうそう、うん、それびっくりした、うん、見せでもそうだよね、うん、だから鏡とかあったらもっとあれだったんだろう、奈良、うん、さんって結構あれだね、趣味の幅が広いんだね、趣味っていうか、ね、好きな調子が広いかもしれない、うん、でも広いじゃん、
そうだね、でも、結構奈良さんって、奈良さん自体はロックなイメージで、その選ぶものとか身につけるもの、で作るものとか印象に残るのはやっぱ結構サイバーっぽいものをさ、そう作ってる、奈良さんの作ってるものって結構印象に残ってるサイバー系だからさ。サイバー全然好きじゃないんだけど、あるね、でしょでしょ、こういう感じのやつもあるんだよ。でもこういうのって忘れられちゃうんだよ。多分そっちが強いんだよ、そのサイバーとか、こういうのもね、ショーでさ、たまに外衣系みたいなのが、作品でもやるじゃん、でもサイバーとかそういうメガトン級があまりにも強いすぎて、全てをかき消しちゃっただけで、こういうのも全然好きなんですよ。なるほどね。そうだね、だから選ばなかったっていう。そう、まさに山岸涼子。そう、山岸涼子の世界、押し入れってなっちゃった。分かる見てほしいですね、山岸涼子先生。山岸涼子先生の漫画最高だから。京都まで漫画ミュージアムに行って、あの原画展まで行ったから。楽しかった、またやりたい。ね、第2弾。第2弾。お着物着て。そうですね。道場破りして。あの、次はさらにグレードアップした会場で。はい、落ちとゆく、ボリューム1ですね。落ちとゆく、ボリューム1でした。でした。第2回目もどんどんレベルアップしていきたいと思うので、あの茶番劇に付き合ってください。よろしくお願いします。次はもうビシビシ。今日はいいよってなってたけど、そう。聞いてなかった瞬間ビンタされちゃった。聞いてなくないですか。全然話聞いてないのもらった。教えるって何？じゃあ聞いてたか。聞いてますね。復習しておきます。ってなって。聞いてないってなって。はい、ありがとうございました。じゃあ2回目でお会いしましょう。ありがとうございます。